今日は実家でもらったたけのこご飯と明星の沖縄そば 1.5 玉です。入っているのは水菜、紅生姜、揚げ玉、ネギです。食べたいと思います。さあ食べよっと。何時？1時か。よし食べよう。あ、はいどうも。はいどうも、パチモス協会でございます。今日はいい天気です。というわけで沖縄そばとたけのこご飯、今が旬ですね、食べたいと思います。いただきます。沖縄そばもね、4パック目なんでね、これ4パック目で5袋入り4パック目なんで、さすがにね、もうそろそろいいかな、結構食べた。唐辛子かかってます。でもうまいな。何にこういうのすだちとかでも入れても美味しいかもしれんね。今度やってみよう。水菜美味しい。茹でたというか、上からお湯かけただけです。あ、いいね、やっぱ好きやな、これ。ご飯おいしい。昨日の夜もね、酒飲み配信しながら、ね、最後締めでちょっと食べた。ゴミ箱はちょっと遠い。しっかりも半袖とかでも大丈夫なね感じになりました、日中ね。今日は平日やから、ゴールデンウィークの中のね、仕事してる人も多いかもね。自分も明日から2日働いて、ちょっとゴールデンウィークのお休み取って1日働いて、まだ2連休かな。ほんで2連どこかな、今度は。
日曜日の夜は9時ぐらいから絶食やと、今回の検査尿酸値どうなんやろ。俺は上がってると思うな。まだな、最近ズボラかましてから。野菜ジュースと水分をようとってるんやけど、あとサプリメントね、ヨーグルトやめちゃったからね、めんどくさくて。今度は同級生で行くんで、人間ドックね。どうなることやら。5月はね、1週目人間ドック、2週目、まあ、脳ドックみたいなもんですね、MRI 取ってもらって、3週目学校感じかな。4週目か5週目には、5週目あんのかな、モンハンリベンジやな、リベンジな。たけのこうまいな。全く。というわけで、パチマス協会、5月 ?1日、メイデーでございました。というわけで、1日やな。ごちそうさまでした。ゴールデンウィーク。